フアンホセカストルフアンホセカストロはアルゼンチンの作曲家、指揮者、ブエノスアイレス州アベジャネーダ出身、ブエノスアイレスでピアノバイオリン、作曲を学んだ。1920年代にヨーロッパ賞を受賞しパリに留学してスコラカントリムでバンサンダンディラに支持した。1925年に帰国した後、1928年に ルネサンス室内オーケストラの指揮者となり、1930年にはテアトロコロンの指揮者に就任した。また1939年から1943年まで、ブエノスアイレス音楽院の教授を務めた。1940年代より、アメリカ合衆国、メキシコチリペルーなど、国際的に活動するようになり、1947年から、 キューバのハバナ還元楽団の1949年からウルグアイのソドレ公共楽団の指揮者となった。1952年から翌年までオーストラリアのメルボルン公共楽団の指揮者を務め、1956年から1960年までブエノスアイレス国立公共楽団の指揮者を務めた。 その後は1964年までプエルトリコ音楽院の学部長として教壇に立った。兄弟のホセマリアとワシントンも作曲家である。ホセマリアやヒラルドヒラルディラと共に新しい集団という作曲家グループを結成していた。ありがとうございます。